こんにちは、ブスレの千尋です。本日もご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、歌で大切な3つのことについてお伝えしていきたいと思います。すごくシンプルです。まず1つ目はですね、技術力ですね。これは、まあ、発声の技術であったりとか、呼吸の技術、あとはビブラートとか、まあ、テクニック面ですね、とかいろいろありますけども、まあ、こういったところ、技術の面ですね、を強化していく。まあ、テクニックといってもいろいろありますね。ビブラートもそうだし、フェイクもそうだし、ピッチベンド、まあ、ベンドダウン、ベンドアップ。あとは、ブレスアウトとか、ファルセットとか、まあ、いろんな声の出し方、まあ、いろいろありますけども、そういったものが全部、技術ですね。はい。まあ、こういった技術、まあ、引き出しを、いっぱい持っていた方が有利ですよということですね。技術面に関しては、まあ、土台になる部分になりますので、まあ、絶対必要になります。で、あともう一、あともう二つか。で、次に大事なのが、表現力ですね。これもよく聞きますよね。感情表現。まあ、まあ、なんていうんですかね、こう、棒歌いになっちゃう感じですね。技術とかがいっぱいあっても、棒歌いになっても、感情がそこにないような感じの歌になっちゃうことも結構多いです。なので、まあ、表現力というのはすごく大事かなと思います。で、3つ目がですね、あんまりこれない人も多いんですけれども、余裕感を持って歌っていただきたいなというふうに思います。で、簡単に言うとですね、まあ、歩いたり走ったりするときに、まあ、芸人さんのコントじゃないですけども、右足出して、左足出してとか、まあ、考えながら歩く人って、まあ、いないと思うんですよね。で、まあ、自然にそういう動作になってるっていうことだと思うんですよ。もう無意識に歩くことができるっていう状態ですね。で、歌も同じような感じなんですけども、まあ、ある程度こう、もちろんこう考えながら練習を積み重ねていかなければいけないとは思うんですけども、ある時、その考えをふっとやめて、欲しいんですね。例えば腹式呼吸が苦手な人、ファルセットが苦手な人、ビブラートが苦手な人、まあ多分そこの箇所に差し掛かった時にビブラートのことを考えながらこう一生懸命歌うと思うんです、おそらく。で、一生懸命になっちゃうと、頭でっかちになっちゃうとですね、もう余裕がなくなっちゃう、もういっぱいいっぱいになっちゃうんですね。そうするとこう硬い歌になっちゃうんですよ、どうしても。例えばもう表現することを意識しようかなとか、表現のことを考えたら、技術のところがおろそかになっちゃうとか、なんかこう、行ったり来たりして、まあ、結局頭でっかちになっちゃうという状態になりやすいんですよね。なので、一回はですね、こう、今まで考えながら歌っていたことを一回考えるのをやめて、余裕を持ってですね、なんとなくこう適当に歌ってみるっていうことも結構大事かなと思います。そうすると、意外にですね、その考えながらやっていたことも、ある程度もう無意識にできちゃってたりするもんなんですよね。はい。練習積み重ねていくと。なので、まあ、考えるのをやめて、パーッと適当に歌った時に、あ、意外にこう無意識でももうできてるなとかっていう状態になったらですね、もうそれって自分の技術として身についてるっていうことなんですよ。なんで歩くのと同じように、もう考えなくてもできるっていう状態に、なってる部分も多分たくさんあると思うので、歌の練習してる人って特にこう、いろんなことを考えながら、細かいところもこう考えながら歌ったり、頭でかちになっちゃったりみたいなことも結構あると思うんですけれども、一回その意識を抜くってことがめちゃくちゃ大事だと思うので、そういったものも試しながらですね、余裕感を持って歌うっていうのもすごく大事かなと思いますので、ぜひ、そういったところも意識してみてください。はい、それでは以上です。この動画を見ていただきまして、いいねと思っていただきましたら、いいねボタンとあとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴どうもありがとうございました。